木更津キャッツアイ日本シリーズ。はい、出た。ということでね。はい、こちらはね、何年のやつですかね。懐かしいですね。2003年11月1日公開ですね。うわ。だからもう、19年前。マジか。マジかよ。マジかよですね。人生の半分前だ。ね、これは言わずとしていた、あの、木更津キャッツアイシリーズの、まあ、映画版と。はい、豪華、出演陣ね、うっちゃんとかね、はい、当時あの大人気だったユン・ソナ、そしてね、ゼブラーマンで、うん、工藤監督を組んでた、相川翔さんとか岸団とか、ね、あとは同じもね、はい、V6 岡田くん、嵐櫻井くん、この両方亡くなったっていうのすごいよね。 V6 も嵐ももうないっていうの。あ、怒られますよ、炎上するやつですよ。え、なんでの。嵐は亡くなってないんです。あ、そう。休止中なんです。まあでもこう、はい。ヒカキンめっちゃ叩かれてましたよ、それで。はい。あとは佐藤隆太、あとは、うん、もう一人の岡田さん。はい、吉野さん、いいっすよね。で、うんね、塚本ちゃん。塚本ちゃん。うん。で、まあ、脚本は工藤監督の。うん。まあ、やってますね、はい。まあ、言わずとしてるし、うん、まあ、ちょっとね、その前にね、お先週、この映画ランドがあったら、面白いじゃんっていうのが、あの1個だけコメントが来てたんで。あ、1個も丁重に扱いますよ。扱いますよ。しかもこれは、あの、ボスベイビーのところについたコメントだから、もう15分の1や。いや、貴重だな。シャッターアイランドで監視や異性役をさせられて、また探偵ごっこに付き合うのかって思わされる、ランド。まあ、もしくは主人公の相棒役を演じるランド。いいじゃないですか。ループものというか。いいじゃないですか。やっぱランドに引っ張られるのかな、ランドって言うと。まあまあまあ。シャッターアイランドランドってことでしょ。でもこれ、シャッターアイランドランドはしんどそうやな。しんどいですね。こっちがめいってしまいそうやな。うん、心がちょっと、なんか罰ゲームみたいな、ね。うん、なんかな、昔な、うん、サッカーやってて、はい、ゴールキーパーの人が、脳震盪になって、はいはいはい、あの逆行性健忘症、健忘症ってやつになって、言うたかな、言うてないかな、初めて聞きました。もう言うたらメメントみたいになって、その2日間ぐらい。うわすごい、怖。だから、ね、ずっと同じこと聞いてくるね。ね、5分おきぐらい。うわーすげー。で、同じことを答えたりしたら、うん、全く同じリアクションね、毎回。うわー。で、たまにちゃうことを言っても、また5分後にまたそれが来るみたいな。はい。俺、怖なって、はい、時計見てたもん。その、俺が迷い込んでんのか、なるほどね。メメントになってんのか、わからんと思う。なるほどね。うん、あ、そうか。ほんで、うん、この人治るんやろか、みたいなのもあるやん。うんうんうん。ずっとこれやったら、すごい激ヤバやん。うん。かわいそうっすね。怖いっすね。うん、まあまあ、全然、あの、その2日間ぐらい。で、まあ、治ったつか、その、あれ、はい、症状はなくなってんけど。うんうん、だ結構、やっぱ脳震盪ってすごいよ。いや、怖いっすね。やばい、激やばいだね。うん、やっぱ脳って大事っすね。なんかな、その脳震盪って、まあ、いろいろあるけど、まあ、基本的には、その頭蓋骨に脳みそがべちゃって一瞬でもくっついたらなんねんて。その揺れて。脳震盪。うん、はん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 。で、その当たったところが、脳みそって超大事やからっていうので、うん、脳が猛烈に修復し始めるんで、うんうん、気づいてなくてもちょっと後で、その時にスーパーバグが起きる。わあ、はいはいはい。でもそれはそうほんまやなと思って見てて、うわ、だからそれを目の当たりにしてるわけでしょ、うん、人間のバグを。そうそうそう。シャッターアイランドランドはね、ちょっとごつ怖いわ。怖っ、思い出しちゃったんですねそれね。うん、まあまあまあ、気をつけよう。うん、まあまあ、木更津キャッツアイでございますよ、うん。ありがとうございます、コメント。これね、はい、木更津キャッツアイシリーズね、あんま見たことなかったけど。これも意外とそうなんですよね、もう。これね、まあ、分かれるところではあると思いますが、うん、俺な、やっぱな、ちょっとな、駆動感がちょっとな、合わへんのよね。あ、なるほど。はいはい、出た出た。分かりますよ。俺な、この世代ではちょっと珍しく、うん。稲中卓球部とか、うん。あんまりやねん。あ、なるほど。へえ。なんて、脈略なく、うん、こう童貞感というか、そういう子供っぽさがあって、うん、ギャグがずっとある。お下劣
もあったりとか、うんうん、で 急展開して つながりも無視して、でもそれがこう、はい、なんていうの、うん、既存のそういうセオリーを破壊してるみたいな勢いを生んで人気になるものってあるやん、うん、はいはいはい、が俺あんまりやねん。なるほどね。ああ、でもなんかわかるね、はい、それ金川さんの性格知ってると。だ基本クドカン作品が全部あんまりやねん。いや面白いと思うね、うん、うんうんうん、ああ、はい、はあ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 、って感じやけど。うんうん。わかるわかる。これは関西人やからかな。か、うん、だってこれアンチ関西に入れてくるやん、この人の場合。うんうんうん、要は関西っぽいお笑いはせえへんやん。ああ、そうですね。関東の笑いですね、確かに。一時期流行った。関東で、かつアンチ、うん、ちゃんとしてる、かっこつけてる大人。うんうんうん。ね、これの場合やったらアンチ、ジャニーズも入ってるやん。アンチというかその逆手に取ってみたいな、うんうんうん、ジャニーズにこんなことやらせてるみたいなね、うん、あとはほんで、ね、相川翔さんとか島大輔さんの、うん、そのいわゆるヤンキーというかそういう、うんうん、いわゆるヤンキーをこうギャグとしてギャグの先輩として使うみたいな、はいはいはい、ちょっといじってる感、そう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 、ありますよね、うん、でその内村さんとかには多分ものすごいシンパシーがあるから、内村さんがめっちゃ得意そうなことをものすごいやってもらってるやんか。はいはいはい。うん、確かに。その辺がちょっとこう分かれるとこやろなとは思ったね。確かにな、そうす言われたら本当そうですね、構図が、うん。でも流行りましたね、なんかその、クドカン全盛期世代じゃないですか、僕らが。そうよね。うん、うん、おそらく。俺らちょっと上ぐらいの、一世代上ぐらい、うん、か。まあ、あの大人計画っていう劇団のね、うん、劇団員ですからね、工藤勘さん。だから松尾鈴木さんの劇団。松尾鈴木、うん、昔、星野源とかもあったりね。あ、そうです、そうです。星野さんもそこの、まあ、もういないか、さすがに。まあ、でも、ざっくり言ったら、この工藤勘、安倍貞夫、うん、あの辺が大人計画っていう感じでね。うん、まあ、松尾鈴木さんは主催者でもあるけど、うん、あのね、松尾鈴木のね、この、なんていうかね、リリー・フランキーとか、うん、ケラさんのこと嫌い感がな、すごい絵なのよね、うん、師匠がそれやからな、なるほどね、だからその売れてるもんに対してのアンチテーゼ感をやっぱ入れてくるんだよね、うん、なるほど、はいはい、で確かに勢いはあるんですよね、そういう、うん、まあ、エネルギーだからめちゃくちゃ勢いでやるんですよね、うん、あ、まあ確かにな、元気は出るけどな、うん、冷静に考えたらあれこれ何が面白いんだろうってなって、冷静になっちゃダメなんですね、こっちが、そうね、うん、ちょっと疑問持っちゃダメみたいな、うん、なんかこうどう言ったらいいかな、ようできてる感が、あいつね、例えばね、三谷幸喜とかはようできてる感出してきよん、確かに、はいはい、同じコメディやったとしても、はいはい、なんかそこがね、この何とも言えない、ちょっとだから俺としても嫉妬があるんかもしれんね、工藤勘とかに、おお、なるほどね、要するに俺が なんか嫌やなって思うの、うんうんうん、うん、あ、なんかそれわかるね、だからこの人、必死にずっと大御所にならへんようにしてるもんな、工藤勘って。大御所が嫌いやから。はい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 。確かにそう。バンドやってみたりとかさ。ああ、そうですね。ほんとそうだ、うん。なるほどな。あ、まあ、朝ドラとかやっちゃったら、まあ、十分大御所脚本家になっちゃいましたけど。うん。でも面白いな、確かに。ああ、そうか、関西の人、やっぱそうか、そう思うんだ。まあ、なるほど、関西かどうか分からへんけど、まあ、俺はって感じ。でも、関西の人は思いそうや。そんな、確かにそれを思う、分かる、この感じ。ああ、なるほどね。なんか、関西の人にバカって言ったら、うん、なんか嫌な感じに思う人いるじゃないですか。ああ、まあでもそうかもね。バカっていうな。でも、アホとバカやったら、うん、バカの方がなんか、はい、あの傷つく言葉ではあるな、はい、アホはなんかちょっと全然面白いみたいな、まあ、何個か意味が混ざってる感じ、意味があるけど、例えばアホって関東の人に言ったら、うん、アホだろうがバカだろうがバカにされてると感じるんですよ、うん、でそれに多分アンチテーゼでむちゃくちゃバカなことを工藤勘はやり続けるっていう、うんうん、そのそれ逆手に取ってるのかなっていうのは、ああ、まあでもそうやと思う。だその辺がアンチ大阪っぽい。そうそうそう、うん、だからそれが今すごい俺もピンときました。大阪の人からしたら、
なんか腹立つ笑いみたいな言われたとしても、うん、なんか分かる気がする。うん、あとはこう、カズさんやんないもん、ね、田舎ヤンキーが多いやん、この人がやるのって、うんうんうん、まあ、でか木更津キャッツアイでもそうやけど、はいはい、これがね、やっぱちょうどね、兵庫県姫路市とかと似てると思うね、木更津とか、うん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 、この田舎は田舎やけど、はいはい、自然がいっぱいとかじゃない、うんうんうん、ほんでこう、なんていうの、ヤンキーというか変な奴らもおると。はいはい。で山梨やったらどうなんかっていうのは俺いまいち分からんけど、山梨やったらちょっと自然が多すぎるような気もする。そうっすね。あの、守られてる感ありますね。うん、何かに。そうなんだよ、うん。木更津は確かに悪い人多いんですよ。うん、ね、まあ、あの、まちゃまちゃさんとか。まあまあ、騎士団もそうね。はいはい。うん、まあ、僕はちょっとそんな風に思っちゃいましたけど、あの、はい、コンコンはいかがでした？いや、僕もね、まあ、好きな作品とか好きなんですけど、うん、まあ正直ちょっと流し見みたいな感じでは見たんですが、うん、これこ若い時よりちょっとなんかあんま笑えないな、ワクワクしないなって思っちゃった、ちょっと。あーはーはーはー、今見たら世代選ぶのかなっていう。昔はなんかその、うん、深く考えずにわらわら見れたものが、うん、なんかくずりとはもちくすくすするけど大笑いはできないみたいな、はいはいはい、なんかあえてそう外すじゃないですか、うん、伏線回収するとか、うん、あの丁寧にうまくできてるとかいうのをくどかもわざと外しているから、うん、なんかこっちの体調を選ぶ映画だなと。ああはいはい、あの元気じゃないと楽しく見れないみたいな、うん、元気じゃないと逆に座れるみたいな体力、うん、疲れるなっていう映画でした。なんかもうそれぐらいしか言いようがない。あとは豪華だから、うん、ファンとしてドラマファンは絶対嬉しいんですよ、こういうサービス精神の、はいはいはい、むしろ全部やってくれてる感じ。そうなんですよ、うん、ピラミッドでサービス精神という項目があったらむちゃくちゃ飛び突き抜けてるから、うん、そういうのはエンタメとしてあのめちゃくちゃ大事だし参考になるなって思うんですけど、うん、そこに何かこの映画を見てじゃあ何かあぐっと心に響いたな、このテーマがっていうことはあんま感じない、うん、本シリーズに関して映画としては、うん、ちょっと、うん、成功したのかなっていう感想です、うん、正直、うん、まあね、うん、なんかね、そうなんですよね、無駄遣いな感じはするキャストの。つまりこれはな、過失がちょっとこっちにあるんだな。さっきのもうまさにさっき言ってたあれよさ、はい、部活感があるって言った方がいいよな。劇団でもあるから。はいはい。カップ戦やってる感じなんやな。トーナメント戦というか。うんうん、ただ、俺らがこう、うんうん、リーグ戦に慣れてしまったから。はいはいはい。その勢いがこう、眩しくて、羨ましくて、ちょっと嫌なんかもしれない。そうなんですよね。連ドラの映画化って難しいんですよね。まあね。だから連ドラは言ったらリーグ戦やもんな。うんうんうん、ある意味で。そうですね。うん、映画はトーナメントって感じ。だからまあそこはもううまいっちゃうまいですよね。ドラマのスペシャルドラマみたいな感じで作ってるから、うん、ファンの方々にしてみたら嬉しいから、別にやり方は間違っちゃないんですが、うん、映画ファンが見る映画ではないのかなっていう気はする。うん、だから身内ネタというか、うんうん、身内に向けて作ってる感が好み分かれるなって思う。そう思ったらさ、うん、今クドカンのこのチームクドカンみたいな人がさ、はい、20歳ぐらいやったら、うん、YouTube でめちゃくちゃ人気になってるやろな、勝手にやってるやろな、うん、YouTube 確かに、その YouTuber として優秀になってそうじゃない、なってそう、うん、本当に先取ってるんだな、確かに。だからそれとも俺らが今、うん、なんか東海オンエアとか、はい、フィッシャーズとかコムドットとか、はい、見て全然おもろないっていう感じで見てもうてないと思う、木更津キャッツアイは。まあ、うん、よくないですね、うん。ということは、過失がちょっと俺らにある。そうですね、うん、あの、汚れちまったのかもしれない、はい、俺たちは、はい。だからもう、今ね、もう夕方、今日はね、27日の今、4時半ぐらいですけども。はい、ちょうどね、西日が入ってきてますので、ちょっと、日光浴をね。うん。ちょっと、
汚れをちょっと書き出さなあかんね、うん。あれもしかしてこれズームですけど、うん、履いてますよね。大丈夫です。ちょっと不安になっちゃったよこれ。見えないラジオだからって。ちょっと痛いかもしれない。おかしいなって思ってたんですよね。思ってたんかね。聞いたことない話題を最初始めた。おかしいなとは思ってたんですけど。西日合わせだったんですね。うん、なるほどなるほど。あと本で俺最近そのネットフリックスで韓国ドラマをよく見てて、はいはい、ウ・ヨンウ弁護士は天才派だとかもう最高なんやけど、はいはいはい、そんなのもあってですね、はい、この久しぶりにあの見ましたこの、この人名前ねえでけユン・ソナ、うんうんうん、久しぶりにね、まあ、今日本でやってないんかな、うん、戻ったんですかね、うん、この一番人気あった時のユン・ソナさんだけどやっぱ可愛らしいね。そうなんですよ。それがなんか分かってきたわ。めっちゃ可愛いですよ、うん、韓国の女優さんたち。なんなんやろなあれ、うん、ネトフリはあれやな、あのすごいなすごいなと思って見てたけど、はい、結構役者かぶりしてるってことは、うん、みんながみんなすごいわけじゃないねなきっと、うんうん、いろんな作品で同じような人らばっか出てるのか、うん、なるほど、はい、うん、なんか全体のレベルが高いかどうかはそれでは見えへんけど、うん、まあ作品の脚本のレベルとかな高いからな、うん、あとはまあひょっとしたらそのネットフリックス系と契約してるかもしれんしね、その役者さんが、うん、ああなるほど、ね、それは俺もようわからんとこだけど、確かに分かんないですね、そうかも、うん、まあみたいな感じやね、うん、ちょうどでもね、はい、ながらで見るにはいい映画じゃないかな、うん、なんて、確かにそうですね、うん、飯食いながら見るとかそういうのも大事ですから、うんうん、ね、まあ皆さんにね、野球の日本シリーズもあるんですけど、その間にね、キサラスキャッチャーの日本シリーズご覧になられたらいいんじゃないでしょうか、というわけで来週何見ましょうかというわけで、かということね、あんたは来週はできるそうですか、来週から僕撮影が始まりますね、あ、じゃあ来週からは27直前か、うん、うん、あ、ほんじゃ来週はできそう、何、来週はですね、うん、どこかのタイミング、ほんと直前なんで、もしかしたら。はないかも。じゃあまあ、かもです。作品だけ決めときましょうか。はい。短いのがいいですね、短いのが。短いのがいい？短いのがいいですね。ちょうど来週の木曜日は撮影なんで。短さで検索できへん。いや、でもほんと最近劇場にね、ちょっとご挨拶したり、なんかいろいろ裏でやってるんですけど、うん、あのだいたい映画って90分とか120分2時間とかじゃないですか、だいたい最近はねもう50分とか60分でもね、うん、映画館で上映したりするようになってきたんですって、だって短かったらいっぱいかけれるもんな、そう、要はもう全体的に2時間の映画なんかかけてくれないんですよ、うん、その低予算映画、まあ音楽も一緒やよ、その昔は5分、はい、6分あったけど、うん、今の曲はほとんど3分台で終わるから、あ、でもそうか、うん、いや、ある意味なんか戻ってきた感じしますね、昔短い曲多かったじゃないですか、いやいや昔はめっちゃ長いよ、あ、長いんですか、フォークソングとかだって何番まであんねんとか、あ、そうかそうか、うん、ロードとかね10章ぐらいまでありますからね、うん、まあ10章一気には歌わんけど例えば XJAPAN の曲とかなんかイントロだけで2分あるねんって今は結構当たり前やってんけど、あ、確かにもうねそういうのはダメって言われて、はい、言われると飛ばされるから、何がいいんですかね、なんかないかな、アソンプライ、あ、短いのって難しいの、89分とかいいですね、じゃ短いので検索がかけられへんの、確かに、そうですね、何がいいかな、あ、ほんでなんかドキュメントとかにしてみましょうか、あれこれすごい最新なんですけど、93分、うん、はいはい、ドラマなんですけど、うん、もうすごい最新も最新です、モダンラブっていう、うんうん、ハリウッドの、映画があるんです、あの、うん、配信ドラマ、はい、Amazon プライム独占の、うん、それを今度日本でやるんですよ、モダンラブ、はいはい、モダンラブ東京、さまざまな、はい、これのね、あの、うん、
主題歌がね、うん、まあまあ言ってもいいかなと思うんですけど、あのミュージックビデオがあるんですけどね、うん、それちょっと僕お手伝いしまして、うん、それに出演している女優さんがねちょっとご紹介したんですけど、うん、すごいいい PV になってるんですよ、はい、主題歌が、うん、でそれの縁でこの1話を見るってどうですか。ほんでシーズン1の第1話にしましょうか、うん、モダンラブ東京、モダンラブ東京シーズン1のエピソード1、息子の授乳そして、いくつかの不満、うん、じゃあこちらで、はい、何分の短いんじゃないですか。1時間ぐらいなんでここら辺いいんじゃないですか。ちょっと主題歌もね楽しみながら、うん、あ37分ね、いいですね、うん、ちょっとはい、大人の事情でこれをドラマを初めて見させてください。あ、いいですよ、初めてじゃないかなドラマ、うん、というわけで、はい、次回の、プライム雑談テーマは、ワンラブ東京第1話というわけで出演にございます。はい、いや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 、もうすっかり寒なってきましたね。急にね、秋どこ行ったんだってね、うん、話ですが、うん、いや関西も大阪も寒いですか。もうだいぶ冷えてきたね。あ、マジか、うん、いやでも本当あれですね、もう来週もう11月、うん、はあ、すごいな、恐ろしいでございますよ。はい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 、でね、そういうことか、うん、いやもうだから告知になっちゃいます。まあ毎週最近言ってますけど11月の6日に、はい、大阪の西淀川だからどこになるのかな、貝塚の方になるのかな会場。いや違う、貝塚にはならない、あ、ミテアートだ、貝とね、うん、全然会場出てこないんですけど、あの私の主演したあの家族の肖像という映画がですね、あの、はい、ミテアートというアートの祭りですね、西淀川区の、うん、そちらであのクロージング上映されますので、はい、あのぜひあのお近くの方、興味ある方、お祭りに遊びに行きがてら、アートに触れに行ってください。はい。よろしくお願いします。はい。まあ、僕の方はね、明日から、あの、大阪万博公園かな。ほう。で、なんかその、風の、それこそ芸術アートイベントみたいなのあるんです。はい。まあまあ、週末イベントみたいなのあるやんか。はいはいはい。それでディレクターをやってるんで、まあ、どっかにいますっていうか。すごい、うん。会いに行けるよ。ディレクターやから話しかけんとってほしい、うん、あの太陽の塔があるとこでしょ。あ、そう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 、そう、あ、いいです、行ってみたいですよね。あ、行ったことない、行ったことないですよ。結構ええよ、広くて実際見たことないんで、いつか行きたい、うん、なるほどね、うん、まあこんな感じでねやっております、ね、まあ皆さんね、はい、そうね、引き続きなんとかランド思いついたら送っていただければ、うん、あ、まだ引っ張るんですね、うん、そのコーナー、まあいいですね、面白いですね、確かに、うん、まあ、どんなあれですよ、テーマ書いてもいいんですよ、日本どんな日本シリーズが今なくてあったら面白いんじゃねえかみたいな、あ、日本シリーズね、この日本シリーズが見たい、はい、はい、うん、とかね、はい、いいんじゃない、うん、この日本シリーズが見たい、うん、例えばあれね、そのむずい、ね、うん、吉本、松竹、まあ、鍋プロ、うん、人力車とかの、はい、それぞれの事務所ライブ優勝した人らだけでやるクライマックスシリーズとかやってほしい、うん、あ、めっちゃ面白いですけどね、あのお笑いのね、うん、コンテストで、そうか、M1 とかじゃなくてね、うん、確かに事務所対抗みたいなことですもんね、うん、日本シリーズ、あー、めっちゃ面白いじゃないですか、 それ絶対ワールドシリーズまでつながらないやつですね。そう、団体戦だったらもう吉本が絶対優勝するやろけどな、うん、なるでしょうね、数が違いすぎるもん、うん、それは卑怯な話になってくるんでね、何千対何十の勝負やから、うんうん、あ、まあ、ある意味とかそうやったらもう 何でも日本一っていうのはねみんな決めたがるから、うん、食品とかでも、うん、だから僕そうか、あの関西の人馴染みないかもしれないんですけど、うん、あの日高屋っていうね、東京でね、はい、ラーメンチェーン店があるんですよ、うん、大阪ね、ほぼないんですよ、ないの、見たことないの、あのなんか350円以下ラーメンの日本シリーズ買ってほしいです、うん、あー、はいはい、値段別、うん、そう、チェーン、しかつチェーン店であるっていう、うん、
チェーン展開をしていて、もう一番こうスタンダードな、あの、チープなラーメンの日本一、うん、もうそんな美味しいな、手の込んだラーメンの日本一とか、うん、それはもうやっていただいて、うん、トッピングなし選手権、そうそう、こんだけ安くできんだぞみたいな、うん、昔ね、びっくりラーメンっていうのがあったな、大阪に。あ、どうでした？180円、安っ、はい、で、あの普通の中華麺みたいな、フードコートに出てくるような。具がないんだ。いやいや、具はあるよ。おい、まず普通の中華そばや。え、めっちゃ薄いですね。具があるっつってもそんなないで。そんなないけど、うんうんうん、ほんまのフードコートで出てくるよ。もう全然いい、全然いいっす。もうなくなったけどな、びっくりラーメン。まあ、安すぎるわ。そりゃあかんわ。カップラーメンより安かったもん。むちゃくちゃっすね、確かに。でもカップラーメンは安くすることは可能ですよね。だって 手が込んで、その混んでないっていうか、大量生産できるから。いや、その場で。まあまあ、でも無理やと思ってて、給料が安いってことやもんな。安くなって。それは搾取ですね。いや、だから、まあ、あんまええことじゃない。安すぎるのもええことじゃないけど、まあでもあれやね、その、あの、ノートッピング選手権もちょっと面白いかもしれない。ね、なんかトッピングでごまかさない選手権ね、やってほしいですね。じゃあ一応、あんだけ。俺はノートッピング1ラーメンどれか言うていい？いいっすよ。これはまあちょっと卑怯ではあるけども、はい、天下一品こってり。ああ、卑怯やな。だってもうこってりがもうトッピングみたいなもんだもんね。こってりしてるとこが。いや、でもそれこそ僕ね、でも伝わんないからね、皆さん、全国じゃないから卑怯かもしれないですけど、あの、日高屋はあれですけど、後楽園っていうのは全国にあるんじゃないですか。いや、でもあんまりないか。そうっすね、うん、王将のラーメンです。王将もまあ京都と大阪あるからな。いや、王将はね、あの、おいしいっすよ。ミニラーメンってできるし、ね、だからそのそれが京都王将なのか大阪王将なのかで違うから、会社がちゃうから。京都王将、もともと兄弟ない。うん、京都王将ですね、僕が。はいはいはい。あ、でも、なんかこってりがあったりするもんな、たまに店によって。あるあるある、王将あります。あの京都王将は自分らでメニュー変えていいからね。え、どういうことですか。その店舗ごとに、ある程度自由。そうなんだ、そうなんだ。いや、でもそうか。まあでもやっぱそういうとこなってくるな。王将 VS 天一なんかなかなかがっぷり4つの強さやな。うん、でもやっぱ豚骨なんでしたっけ、あれ、あの天一って。なんかウーバーで頼めんねん。うんうんうん。ウーバーで頼んだら自分で作ってくれスタイルで食うねん、ラーメンは。へえ、はいはいはい。それ見たら、うん、俺は今からこんなものを食うんかみたいな、うんうん、ドロドロした何か、もう豚骨とか油とかいう話じゃなくて、うん、はいはいはい。化学の感じがすごいした。マイナスプロモーションですね、それ。まあ、あんなも健康なのもで食ってるやつはおらん。そうですね。まあ、最近本当に初めてラーメンを嫌いっていう、うん、あんなものは豚の餌だっていう人に出会って衝撃を受けましたけどね。うん、もう別にな。いるんですね。でもその人豚食うねん。そうなんですよ。だから、倫理しちゃってるんですよ、そこで。豚より偉い思ってんや。うん、だから豚が食うもんは食えへん。そうですね、ちょっと俺だから説教しておきますわ。本当に。じゃあ食うなよ、豚っつって。はい、失礼しました、本当に。まあまあ、そんな感じでね。まあ、今週も何をやっておりましたでしょうか。保坂直樹と神奈川拓司のプライム雑談。雑談でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また、風邪ひかないでね。